ゼロスタバチコー。はい、皆さんこんばんは、朝倉ゆずきです。はい、こんばんは、ゆずきこと有馬ゆくです。画面の前で見ているお前たち、残念だったな。今夜はオープニングからいるぞ、フリーザだ。なんでこれ台本がベジータ様になってるんですか。結構クオリティ高かったです。最初からこの扱いって何なんだ。宇宙の帝王フリーザです。こんにちは、ね、こんばんは、こんばんは。ダメだ、何なんですかこの台本は。ベジータ様がいる。あ、今回はね、頭からちゃんといていただいてます、はい、いやいや、そうですよ、ロケ行ってね。ねえ、お疲れ様でした、今回は。いえいえ、とんでもございません。はい、次回楽しみにしてます。あ、本当に。いや、もう終わりみたいな感じで終わる。もう行ってらっしゃい。まだ始まって2分少々で、来週みたいな感じやる。そうでしょ、今回でじゃあ、第2回目ということなんですけれども。はい、はい、2回目です、2回目ですね。2回目ですよ。急でびっくりした、はい、そうですね、はい、はい、もう、うん、あの外にはロケは行かない感じですか。行かないです。あ、行かないですか。行かないですよ、もうずっとここでね、私は喋り続ける。じゃないです、喋り続けますから。いや、やっぱこの生地が薄いから。生地が薄いってどういうこと。これは皮膚。あれ、なんか指のところ、何がですか。あれ、それ肌色が見える。あ、中の人が、これは、あれ、デスビームの出しすぎだ、これは。惑星を壊したんだ、これは。あ、デスビーム出すと肌色が見えちゃう。あまり聞くな、受けてないから聞くな。ごめんなさい。やめなさい。はい、はい、中の人などいない。そうです、クリアですからね。はい、はい、感じですね、うん、はい、みんなどうですか。はい、どうですか。今日も30分間頑張りそうですか。そうですね、だいぶ空いてましたけどね。そうですね、はい、もう11月ですわ。おお、11月ですね。秋といえば、はい、ゼロスタの秋。ほう、からのからの来月から01になります。ないそれはない。01になったら困る。また来週みたいな決まりやめなさい。さっきから01だったのでね、あの11月、あ、そうですね、この間、はい、2011年11月11日、そうですね、11時11分何してました。11時11分何してました。いや、その日は何、その時間の時は何してたってことでしょ。はい、もう全然覚えてないですね。覚えてない、覚えてないです。そんなに前じゃないのに。記憶喪失か。覚えてないの。今こうやって言ってるんですけど、実際そんな意識してなかったので、はい、あ、まあでもそうですよね。でも何かしようと思いますよね。お菓子食べたりとか、うん、お菓子の日。ちなみに山本さん何やってたんですか。フリーザです。そうだ、山本ではございません、フリーザです。そうでした、はい、まあいい。私はあれですよ、ツイッターね、はい、やってるんですけど、はい、ツイッターで111111、はいはいはい、ね、ゾロ目でゾロ目でやれたらなんか嬉しいみたいな。日本人ですね。あるでしょ、はい、宇宙人です。あるでしょ、なんかいいから、はいはい、3時33分みたいな。あ、わかりますわかります。それをやろうと思ったんですけど、寝てました。あ、寝てたんだ、はい、完全に寝てました。そんなダメ人間3人でお届けしていきます。ダメ宇宙人です。ダメ人間2人と宇宙人1匹でやっていきます。はい、はい、ではそろそろスタートいたします。ゼロスタバチコスタート。はい、それでは改めまして、朝倉ゆずきです。有馬ゆくです。フリーザだ。まだ引きずっていく。なんで台本が。見せてやろう、この台本を。あ、見せないで、見せないで。俺フリーザだって、フリーザですよ。何ですか、フリーザだって。ちょっと台本作る人が錯綜してらっしゃる感じなんですね。再来週考えなさい。はい、そんなわけで前回の放送から実はもう3週間経ってたんですけれども、ね、何してました。私はですね、はい、あの今月末に舞台が終わるんですよ、はいはいはい、なのでそれに向けても毎日稽古してます。稽古漬けだ。せやね、せやね。しかもやる役がちょっと京都弁なんですよ。はい、エセ京都弁なので、あの、うん、普段から京都弁喋ってるんですけど、うん、喋ってるんだけど、喋、はい、ってごらん。晴れ。晴れ。え、いつの時代なんですか。知らん晴れ。なので、そんな3週間やった晴れ。
それは今現代の京都の人も使ってるんですか。それ使ってあのあくまでもエセ京都弁なんですよ。エセなのでそうなんですよ。本格的ではなく、うん、それを催したオマージュしたものを喋っていくっていう感じですね。京都っぽい弁。そうです。なので毎日稽古ではその話し方になります。殺しますよ。なんだって。多分今なんだ今リーダー様は 全国に散らばってる京都人の代弁をしてくれたと思います。何のことを言ってるのかさっぱりわかりませんから。わかります。まあ、まあ、じゃあそんなエセ京都弁が見た人は舞台に来てね。なるほど。その稽古をしてた。あともう一個いいですか。はいはい。なんとですね、うん、私あのジュエルペット。ほう。サンリオのジュエルペットの、うん、やつだ。はい、あの30秒の CM のナレーションを今させていただいておりまして、うん、でその CM の内容が、うん、あのソフトの DS、3DS の、はい、ゲームソフトの CM なんですけれど、はい、それが10日に発売になったんですよ。おー、おめでたいですね。はい、サンリオさんおめでとうございます。いや、それは素晴らしいですね。はい、はい、ナレーションももやっててテレビ CM のナレーションなんですけど、はいはい、それが昨日からの放送となって、あ、もうオンエアされてるんです。いいじゃないですか。CM ってこれがいいんじゃないですか。CM はいいって聞きますよ。CM と CM と海外ドラマはいいって聞きます。でも私はあのそのこの CM に参加するにあたって、はい、あのお金では表しきれないものを得たので お金じゃないと思います。いや、素晴らしいしか言いようがない。私が完全に悪者になったんだ。そうですね、そうね、そうね、そうね、はい、それ制作費がないけど、はい、いくちゃんはちゃんとこう潤ってる感じ。そうなりますよね。もう2人で協力しましょうね。もうどうせ ねでも多分今後のコーナーで、ね、きっと露骨なところをね。なるほど、広げていきますよ。ダメ、いくちゃんはちゃんと清純な綺麗なままでいてほしい。露骨な、露骨か。そうですか。先週あ、先週あ、そんなお金ない、はい、お金ないって言っときながら、はい、すいません先週ちょっと沖縄にバカンスに行ってきました。バカンス、おい、超楽しかった。ゼロスター。ゼロスター。あれでしょ、あのちゃんとあの私先週ね外に出て、はい、街の人たちとゼロスターってやって写真撮って ねここに送ってゼロスターを広めたって、ね、はいはい、やったでしょ、あのバカンス行ってその現地のおじいちゃんとかね、ゼロスターとかやったでしょ。あ、まあ、まあそれはやってますよ、ね、おじいおばあとかもあんまいなくて、私はずっとわあ戦闘機すげーとか飛行機すげーとか。楽しんでたの？超楽しかった。殺しますよ。殺される。なんでなんですか。すいません、あ、ちょっとあの役者仲間の女の子たちと機会があって、はい、あの向こうまだ真夏なんですよ。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。そう、今いい時期で本当に海は入れないですけどね。はいはいはい、はい、すごい気候も良かったんで、今が行くならチャンス。何の話よ。ここでちょっと沖縄の、旅行会社か。いや、沖縄のところからちょっと何か声がもらえないかなと。沖縄いいところですよね。なるほどね、うん、はいはいはい、はいはい、うまくまとまった。はい。じゃあ、山本さんは何を。フリーザです。私はフリーザ様は宇宙でどんな活動を。まあ惑星の破壊と言いたいところです。はい、はい、まあ何ですかね、私はあの今ですね、はい、あのウンターウンター、これもう、は、もう外して大丈夫ですよね。ハンターハンターの、方の収録を、はい、してまして、すごい。何の役かはちょっと当日でしか言えないんですけど、はい、11月の、何日ですか、20日ですね。20日に、はい、まあ、役名言えないんですけど、はい、出るんですけど、はい、まあ、その何ですか、アフレコを。おー、すごい。私ですらやったことないのに。何がですか。ただね、ただね、私はね、すごい、はい、すごい、何ですか、悔しいんですよ。はい、ね、言ったんですね。うん、で、言った音響監督さんがリクエストしてくれるでしょ。お、声変えて言ったんです、そのキャラクターを。はい、で、私の名前はみたいな感じで最初言えたんです。いかつい感じ。ね、そしたら、あの山本君、ちょっと上に上げて。私の名前は、あ、山本君、あのもっと上げていいから。私の名前はって完全にフリーだから。はい、もうこれはオンエア見ていただいてチェックしてください。あ、それは、あ、一発で分かりますね。はい、分かります。 なんかちょっと違う作品が出てきたぞっていう感じ。そうです。あれ、中尾さんみたいなノリになってしまうんで。逆にクレジットが楽しみですね。何人が騙されたか、はい、そこをちょっと見どころにしていただければ、ね、ありがたいなと。ちょっとオンエア楽しみですね、はい、ぜひぜひ注目していただきたいと思います。あと、そう、前回発表した、はい、あの唐揚げくん、はい、はい、ちょっと
どうだったんですか、あれは。結構送りましたよね、唐揚げくんの歌、うん、どんなんだったっけ。2時間も2時間かけて、作って、はい、瞳がハートになるのは恋なの、あなたといるとね笑顔が絶えない、ブラウンな君からカラフルデイズ今何発射した、いやそれ必殺でカラフルデイズみたいな、アライブビーム、アライブビーム何なんだ、アライブビームってなんだ、デスの反対、あそっか、デスビームの反対なんかないですかね。ライブ、なんでスタッフに聞くんだろう、いや、なんですかそれ、私それ編み出したい、調べてきなさい、そういうのあ、なるほどね、フリーザ様に対抗する必殺技が欲しいと。そう、対抗したいですね、産み落とされビーム今考えたの、なんで日本語にしちゃったんだろう、そうなんだ、それでそうなんです、唐揚げくんの、うん、はいはい、公式ソングの作詞をしましてですね、はい、なんと、うん、お受賞採用されました、すごい、まさか、さすが、いや正直されるとは思わなかったですけどね、いやダメ元みたいな感じで、応募人数だってすごかったでしょ、ね、なんか手元の資料によると、ね、だって5000分のなんとかで、ね、そうですね、応募総数がだいたい5000、うん、5000以上、すごいですね、5000ですか、その中で、うん、私が愛を込めて作った歌詞が採用されちゃったんですよ、なんかムカつくうわちょうだい、その言い方なんかムカつくでですね、いろいろ詳細とか発表したいんですけれども、うん、11月22日に公式サイトの方で発表されるで、うん、これもどういう形で使われているとか、うんうん、でこの企画でいろんな人の作詞したのをつなげて、うん、はい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 、はい、なのでどういう感じかはもうその22日の発表を皆さんお楽しみに、うん、なるほどね、すごい、じゃあ公式ソングの中にいくちゃんのあの歌詞がどこかに入るかもしれない、そうです、うん、楽しみですね、すごい才能あるんじゃない、あそうですかね、おだてちゃダメやもうこの子だったらまたもうわけわかんないこと言うからもうよく考えたらさっきデスビームをなんかわけわかんないこと言ったら本当になっちゃい、なっちゃいますから、そうですね、ごめん忘れて今のなんだろう、チってなんだそれ、下打ちでもなく多分記憶を消した音がなんですかチュッっていうねだったのかもしれない、ちょっと唐揚げなんか本当にね、揚げたみたいな音でしょあ最初の最初にワンドロップ目が、はい、そうかそうか、そうなんです、あれですね、この企画をその前回の時に参加しますって言って、うん、見事に受賞できてよかったです、いやね、本当良かった、はい、改めてなんですね、応援してくださった方いたら本当にありがとうございます、投票してくださった、ね、ありがとうございます、いやだってほら唐揚げくん1年分もらえるんでしょ、そうなんですよね、でしょ1年分すごいです、ね、ぽいです、ぽい、どんだけなるか分かんないけど、だ毎回毎回ここに唐揚げくんが積まれていく、うん、まあ私のさじ加減ですよね、なんてやらしい女だ本当にもう神様だからねえ、まあ気が向いたら持ってきてもいいかなそれ引っ張るキャラだそれごめんなさい、すいません、なぶりすんな、いやでもすごいですね、でもね、うん、はい、これは持ってきますね、あぜひぜひ、すごいじゃないですか、ね、じゃあもうね、このゼロスタのね、この企画でいろいろね、はい、そのお金稼ぎみたいなのがあるじゃないですか、それにもちょっとじゃあそれでもちょっと貢献できますよ、それ、そうですね、お腹を満たしてできますね、うん、いやお腹を満たしてできる、一緒に唐揚げ食べる券100円とかで外でやるって言ったらお客さんとかも1個食べれるみたいなしかも100円、ノリノリにできますから、ね、すごく破格ではないと、うん、ぼったくってるね、そうですね1個210円、いただけるのがちょっと唐揚げくん1年分ドーンじゃなくて、うん、カード77,000円分、売れ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 今すぐ売れ売れ売ってしまえ、うわ悪魔のフリーザ売ってしまえ売ってしまえ売ってしまえ、結局京都弁じゃないんだだって制作費制作費って言ってるから売りましょうよ、いやいや、まあ、唐揚げくんにね全部換算カンカラして唐揚げさん唐揚げくんでしょ、カンキンじゃなくて、あ、はいはい、唐揚げくんにカエルのカンカラ、ね、カンカンわからない、今日も、うん、そうなんです、いただいたんでしょうか、はい、おや、あそうずっと置いてあって香ばしい匂いが、はい、これ本当はあともうちょっとこんもりしてたんですけど、減ったんだ、そう食べちゃいました、何してるんだなんで食べちゃうの
本番前に食べちゃったのね。待ちきれなかった。まあ仕方ないな。食べちゃって言ったらダメでしょ。そのままわかんないから。本当に美味しかったです。美味しいんです。あ、よかった、うん、ノンストップで食べちゃいそうです。じゃあこれからもゼロスタバチコンはね、あの唐揚げとコラボレーションしてお届けしていくんでしょうか。いきます。あ、じゃあお届けするようなのでどうぞよろしくお願いします。うん、行けますか。はい、まあ、そんな感じで少しでもお金の匂いしましたらどんどん食いついていきますので、そう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 、皆さんぜひぜひ、美味しい匂いをよろしくお願いします。嗅いでる嗅いでる。はい、さてさて、はい、ここからはですね、うん、まああの恒例のマネートーク、はい、マネートークって言い方嫌なんですけど、まあマネーちょっとやらしいですもんね。ちょっと元気のお金トークってね、そうですね、なんかね、お金話嫌ですね。どこどこでなんかいくら稼いだみたいな、パチンコでいくら買ったみたいな、げっすい話とかにちょっと可愛らしい言い方したいですね。なっちゃいますからね。そうですね、はい、それなりますから。フリーザ様からパチンコって単語が出てきて面白かった。何つもり入ってるんですか、勝手に。気付けてもらいましょうか。あなたのツボ知りませんよ。この格好でパチンコ打ってもらいます。でもじゃあマネートークっていうのは嫌だねっていう話です。あ、そうですね。はい、はい、じゃそんなわけでコーナーです、はい、プレゼンでバチコーン。ね、そのわけでですね、前回あの、はい、DVD を作ろうというのは見事採用されましたので、されました、はい、うん、ただ、はい、全く内容がゼロです。いや、ちょっと待ってください。普通ね、はい、出演者がね、そういうね、DVD 作りましょうみたいなノリやったら、はい、大人は動く。普通は。普通はですよ。でも、はい、動かないかった。買った。うん、動かなかった。買った。買った。殺しますよ。ゼニ、あ、おっか、なるほど。これがあれば、それこれを作れと。あ、だ、それを作る企画をちゃんと明確にしろという。なんかことですよ。あの某三谷さんの CM みたいな感じですね。あと3億あれば、うん、みたいな。いや、そんな感じですね。お金さえあればすぐにでも動けるっていうことらしいんですけど、うん、じゃあ前回言ったあの私があの街行って小銭を拾うとかそういうボケみたいな感じじゃなくてガチで企画を考えろっていうことですよ。多分でもあれも企画の一つではあります。なんなのそれ。だって芸術的だよね。なるほどね。そうだよね。じゃあDVD の内容を考えるってことですか。そうですね、まあ、もちろん企画もですし、例えば、はい、ただいきなりコーナー始まってもつまんないので、まあ、そうですよね、まあ、例えばじゃあタイトルコールどうしようとか、はいはいはい、なんかテーマソング作っちゃうとか、うん、あとね、なんかじゃあ誰かゲストでとかそういう話とかもできたらいいなと思ったんですけど、うん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 、何かこういったのやりたいとか、あ、せっかく作詞一回経験してるんだから歌作れば、はい、おー、いいですね。うん、唐揚げ以外で、そこ取ったら私なくなっちゃうの。唐揚げ取ったらどう、そんなことないよね。なくならないでしょ。いやでもちょっと唐揚げソングも面白いんじゃないですか。そのローソンじゃなく、はい、うん、その何です、オリジナルの唐揚げ、おー、いいと思う。ローと前々から思ってるんですけど、なかなかなんか踏み切らず、うん、踏み切らず、途中までなんか自分でや作ってみたりしたんですよ、うん、でも、うん、これでいいんだろうか、うわって言ってる間に1年経ってしまったりとか。あ、じゃあそれをそんな唐揚げに対してそう1年も経ってそう、多分歴長いですよこの人。ローソンのそのやつではチャ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 って書いて、あ、そうですね、あれ2時間かけましたよ。でも1年でしょ。そうなんですよ、ずっと貯めてたのがあるってことですね。そうですね。いいじゃん、じゃあその作ったやつを、じゃあどうします。あ、例えばじゃあ作ったやつをここで発表して、うん、みんなからの反応を見てちょっとずつ変えてって で完成品を DVD に収録、うん、で、あの私フリーザが歌うっていう。なんでやねん。なんで急に関西弁で吹っ込むの。なんか王道のツッコミが入れやすかった。入れたくなっちゃいましたよ。あのね、王道的っていうの恥ずかしいからやめてください。今のフリーに対してのボケですから、そういうの恥ずかしいのやめてください。教科書通りみたいになっちゃうんだね。それあれ、ネタだねってことですよね。私あの、はい、エレクトーンずっとやってるんで、そうなんしますよ、そしたら。すごいじゃないですか。はい。だから作って私曲弾いて歌う、はいはい、歌で私あの昔あの歌手してましたから。おー、じゃあ、はい、じゃそれえダメですか。あ、こっちがいいって何。やっぱりじゃん、歌詞書くじゃん。いやいや、あのあれですよ、あのジャケットの端っこでこうやってればいいと思います。見切れちゃうの。エキストラ。
ですよそんな。でもやだよ背景ってやだよ。個人的にはありだと思いますね。個人的にはでしょ。個人的にはあ、じゃあむしろ背景にでっかいフリーザ様いて、その前にいくちゃんが歌ってるみたいな。ジャケットじゃないもん、だってそんな。ジャケ裏がいいですか。ジャケもうどっちでもいいよ。もう出れたらいい。出れたら出れたら出れたらいい。私はでも DVD ですもんね。うん、あ、うん、でもじゃあ特典とかで CD 入れちゃう。あ、そうでもありかも。あ、なるほどなるほど。DVD か、うん、そのフリーザ様のなんか、うん、庶民的なとこに行ってる感が見たいです。庶民的なところ、うん、あ、要は地球一般人のところ。簡単にフリーザが出れると思うなよ。大人の問題があるんだからな。そうだ、フリーザみたいな声をした人。そうですよ。はい、なるほど。ってなりますからね。そっか、そういえば、はい、そうでしたね。でも万が一そうなったら、あのバンバンファンの山本さんに頼みますか。あ、お友達の、はい、お友達に代わってもらって、ね、あ、はい、なるほど、出ていきます。あ、そうか、そうか。なんかあの釣りしてるとかどうですか。はい、市ヶ谷とか市ヶ谷釣り釣り堀 で、 なんで、あの総武線、何言ってんの。総武線の人にみんなに見えるとか。え、それ見切れるのはなんかあるんですよ、釣りするところが。いや、うん、あれも生き物。それは分かるんだけど、うん、やって得なんの俺。面白いじゃないですか。面白いってなんだ。新手のいじめか。あと多分それ釣り堀入るのに入場料かかると思うんだけど、それどっから出そうか。いや、それは自腹で。自腹か。なんでお金をそのマネートークで私が結局使う話を。意味が全く分からんぞ。先行投資ですよ。先行投資。じゃああなたたちもしなさいよ。じゃあないこと言う。大人だね。大人じゃないです。あなたたちもしなさい。それだったらか、まあ私困らないから大丈夫ですよ。いや、まあ、そら困らんわ。そんなの、いや、でも他に何か、うん、ちょっとじゃあフリーザ様をいたずるっていう企画と、はい、あとはなんか歌をやるっていうのと、はい、そうですね、ちょっとじゃあそういうのも何か皆さんから企画もらえたらいいですね。はいはいはい、まあ、その歌もちょっともう決定みたいな感じにしましょう。あ、そうです ね、 ね。しかも私ちょっと考えてきたんですよ。はいはい、素敵な方法を。何でしょう。まずですね、はい、君さっきまでフリーザって言ってたじゃないですか。そのフリーザ様が何か私物を持ってくるんですよ、一個。私物を1個で、それであのな、あ、わらしべ長者、はい、的な感じで、あの誰かに何かと交換してもらうんですよ。え、はい、貸してください。貸してください。それで交換してください。交換して言って、でその交換したものをまた別の人と交換していって、はい、結局どうするんですか。でですね、わらしべ長者って交換だけで終わるじゃないですか、はい、でこっからがポイントなんですけど、はい、あのですね、ある程度、はい、高価なねものになったら、うん、はい、その時点であのオークションとか売ったりして現金に変えてみたらどうでしょうか。いや、ちょっと待って、あれね、さっきの DVD の話素敵と思ったけど、はい、オークションって聞いてから一気に冷めた。なんでですか。なんか現実戻されたよ、ね。そうですか。しかもあのよく考えたら、なんでこの格好なのにそんな現実的なことを言って、偽りの服ですかねこれ。あ、まあ、でも一番お金には近づきますよね。まあまあそうですね、でも企画的にはね、そうですよね。いいかもしれないし、じゃあ、うん、というわけで、はい、そこの宇宙人、いや、なんか来た。じゃあ、あの、私物何か一個出してください。いや、決めましょう、決めましょう。違いますよ。その前にね、うん、なんで投げたい。なんで存在に扱ったの。準備バッチリ。いいじゃないですよ。何ですか。え、何、いや、何か私物1点ください。例えば、人にあげられる私物は。え、本当に。そうそうそう。あ、すいません、山本です。本当に。出てきた。あ、地球人の方。マジで。え、ちょ、なんか、なんか出しましょう。なんか、大丈夫ですよ。あれですよ、なんか、あの、人様にあげれるようなものでお願いします。人様にあげれるような。服出てきた。すいませんね。地球人の服出てきた。何か。なんだろう。え、例えばね、消しゴムとかでもいいです。これこれこれ。ああ、それダメだ、それダメだ。それは個人的に後でゆっくり。あ、これダメか。はい。な、これなんかダメかって言わないと。え、あ、そっかそっか。それもちゃんと入ってるんですね。そうそう。あ、分かった。これにしよう。え、いいんですか。これにしましょう。ウーシンチュ。そう。あ、じゃあこれをね、交換していきます。ウーシンチュです。星5つ入ってるドラゴンボール。はい。じゃあこれが何に変わるか、はい、ね、ね、そうですね。で行きましょう。あ、行っちゃっていいんですか、それ。行きましょう、行きましょう。大丈夫ですか。はい、あ、じゃあせっかくなので、うん、じゃあこのドラゴンボールが、じゃあ次回
何かいいものに変わってくる、ね、変わってるかもしれません。そういうことですね。でちゃんとあの交換したとこは撮っといてくださいね、なんか証拠写真として、うん。何またこれ一人でスタッフも誰もいない、またですか。前回もなんかそんな感じだったでしょ。あ、でも聞いてください、なんとこの番組ちょっと映像編集とかができるようになるらしいという噂があるので、もしかしたら写真とかじゃなくてビデオカメラがついてくるかもしれないです。すごいですね。やった、じゃあ外出れますね。いや出れます、簡単に言いますね。じゃあ分かりました。じゃあこっちの入り時間の何時間か前に僕入って、はい、スタッフさんも巻き込んでちょっとやりましょう。あ、ねえ、ね、じゃあちょっと 見たい時にはついていきます。時間が取れないみたいな顔するな。企画を垂れたのお前らだぞ。なんだ時間が取れないみたいな顔しやがって、うん、なんですか。まあ、できます、できます、ね、やりましょう、やりましょう、これやりましょう、ね、はい、じゃあちょっと次回には何になってるか楽しみにしていただければと思います。ベ、ね、はい、ル様どうぞよろしくお願いします。お願いします。やつき仕事みたいやったー。さて、はい、ゼロスタバチコン、うん、そろそろお別れのお時間が参りました。いつも早い。でも今日はだいぶオンステージでしたよ。オンステージじゃないですよ、いじめるからでしょ。ちょい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 、はい、では番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。はい、はい、普通のお便り、番組予想を生み出す錬金術、うん、あとは前回決まった、まあ、さっきも言いましたけれども、はい、DVD に収録してほしい内容など、うん、もしいろいろありましたらぜひ送ってください。あのボケっぽい感じでもいいんで何でもね送ってください、はい、よろしくお願いします。そしてですね、次回、はい、なんと、はい、ゲストが来てくれる。おやっ、素晴らしい。3回目にして早い、素晴らしい、はい、何でしょう、はい、なんと、はい、ドン野田純子さん。すごい、素晴らしい、素晴らしいですね。ラストエグザイル、すごい、ワンピースでもたしぎですよ。そうですよ、これ一番有名なときめもつの日の本光、そうです、これ素晴らしい、みんなファンだった、すごい、すごいですね。なんて出るんだろう、出てくれるんだろう、なんでですかね、なんでですかね、なんで急にこんなビッグなんでしょうか。ちょっと待って、あの裏でニヤニヤしてる音響監督のうちの P が影編のせいだろ。そうですね、それは影編の、影編の、まあ、それはもうありがとうございます。本当にありがとうございます。それはすごいですね。はい、何喋りましょう、お酒用意しましょう。あ、じゃあお酒と野田さんお酒大好きだから、じゃあ白ワインとか置こう。でベロベロに酔っ払うみんなで。私は、私それはまとめられない。酔っ払う、これ多分お互い愚痴みたいになってると思う。まあそれもいいかな。じゃあ最後に告知いいですか。あ、はい、どうぞ。ですね、こちらドン、うん、私とあの先ほどもちょっと言ったんですけれども、はい、舞台に出演することが決まっておりましてですね、うん、今、毎日稽古中です。で11月24日から11月27日の4日間です、はい、で時間など私ダブルキャストで昼と夜でちょっと聞きたくなので、うん、はい、詳しくはブログで、なるほど、はい、チェックしてください。よろしくお願いします。で私もこれ聞いてよろしいですか。はい、こちらでございます。ドドンと、はい、12月の10日アニソンディスコ、こちらね、次はマクロス特集でアニソン DJ イベントを行います。時は2011年12月10日土曜日、前売りが1800円、当日が2200円、会場は新宿ヘッドパワーで行われます。こちらアニソンディスコと検索すればこの情報がドンと出ますんで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。もう一個、もう一個、はい、はい、こちらジュエルペット、はい、はい、おや、これです、私が CM をした、はい、これでいただいたジュエルペットなんですけれども、うん、ジュエルペットみんなで、ジュエルペットと一緒に踊ろうってここに書いてあるんですけど、はい、発売は10日です、はい、もうですね、あの私のところに感想が来てるんですよ。おー、すごい、感想が、で本編にも一応出てほしかったって書いてある、はい、これ、これ売りましょうよ、オークション。まあ、許可が降りればですかね。はい、お願いします。許可がダメね。はい、そんなわけで番組へのメッセージなどは、メールですとか、あとツイッターでもフォローしていただければと思いますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではお相手は朝倉ゆずきと有野いくと宇宙の帝王フリーザでした。それではまた次回お会いしましょう。せーの、バチコーン、バイバーイ、バイバイキー。